おはようございます。今週は何と言ってもこいつ、モニターを新しいものに入れ替えちゃいました。ブラックフライデーセールでちょっと安くなってたので、デルの U32199 という、32インチ 4K HDR のディスプレイです。背面はこんな感じで、モニター自体はエルゴトロンの MX っていうモニターアームでデスクにつけてます。このモニターアームなんですけど、夫が使ってる LX だと結構モニターが壁ギリギリまで近づけられるんですけど、この MX の方は結構壁から離れて設置するしかない感じになっちゃうんですよね。なのでちょっと作業してる時に画面が近すぎるというのと、前使ってたウルトラワイドの34インチのモニターよりこいつが多分半分以下の重さなんで軽すぎるんですよね多分。だからこう首がどうしても上向いちゃうっていう、ここでもう固定できないんですよね。ネジで調整できるんですけど、ネジで調整してもやっぱりちょっと上向いてきちゃう感じなので、実はリプレイスするモニターアームを新しく購入したので、きっと今日中に届くはずです。楽しみ。個人的にはこのエルゴトロンの白とか黒じゃなくて、このポリッシュドシルバーというかステンレスなのかな、のデザインが気に入ってて、まあ、今使ってるこの MX モニターアームはもう夫がずっと昔から使ってたやつなので、多分10年以上も経ってるという話だったんですけど、さすがにご引退の時がやってきたのかもしれません。いやでもエルゴトロンって10年保証が確かついてるんですけど、やっぱりちゃんと10年以上使えるっていうのは素晴らしいですね。うん、いいものを買っとく理由になる。まあこの間まで34インチのウルトラワイド曲面のモニター使ってて、狭いなって思うかなと思ったんですが、逆に動画編集するには個人的にはモニターは横の幅があるよりも縦の幅がある程度あった方がやりやすいなって感じるんですよね。ちょっと、いつも動画編集をしてる Windows の環境に切り替えてみたいと思います。とりあえずスリープして、で、この画面の下に入力信号の切り替えがあるので、Windows のマシン接続してあるディスプレイポートを選択して、マウスは2番に Windows 割り当ててあるので、2番にして、そうすると Windows 環境に切り替わります。キーボードも4つ、ハッピーハッキングキーボードは Bluetooth ペアリングできるので、Windows は4番に私は設定してあるので、Windows に切り替えて、これで使えるようになります。はい。山形で撮ってきたお気に入りの白鳥さんたちの1枚を壁紙にしている Windows マシン。で、ダヴィンチを起動してみます。はい。で、ダヴィンチ立ち上げるとこんな感じなんですけど、やっぱ画面の縦幅があった方が、この、編集してる動画をモニターする部分の領域が増えるので、個人的には、このぐらいのやっぱり、アスペクト比の画面の方が動画編集には使いやすいなという印象です。ウルトラワイドだと結構視線がこう左右左右に行って、より目が疲れるなっていう印象でした。いやーめっちゃ快適です。しかし今日もこれで動画編集したいと思います。よし、ちょっと爪塗ります。
よし、ね、色塗りしてこんな感じで、ちょっと透け感のあるグレーというかいい感じです。ファイブイズムの、ネイルアーマーインビジブルフィールド02F スモーキーっていう色です。いつも BMPCC4K につけて使っているロードのワイヤレス GO の充電が切れてしまったので、急遽オズポケに変えてみました。ストックの煎茶の葉っぱが切れてしまったので、煎茶堂東京さんでポチっておいたのですが、それが届いたので開けたいと思います。今回買ったのはこの2つ。オレンジ、奈良の大和緑と鹿児島の豊か緑。大和緑も豊か緑も旨味と甘みがしっかりあるタイプの煎茶らしいのですが、まあ、個人的にちょっとそういった煎茶が好みで今回選んでみました。特に大和緑の方はこの間煎茶堂さんから来ていたメルマガで気になって買ったんですが、確か飲み方が書いてあった気がする。これかおすすめのレシピ、低温だと香りの強さがやや出過ぎてしまうので、やや高温での抽出がおすすめ。85度のお湯を120ml 60秒。ふむふむ。じゃあちょっと早速今日大和緑を飲んでみようと思います。お茶っ葉はこんな感じでした。いい香り。よし、しかしオズモポケットじゃなくて GDI ポケット2はちょっとこうピントが暴れる感じがあるんですよね。めっちゃ便利だけど手軽で、いや甘みがギュッと詰まってて超美味しいです。しかも2煎目全然味が変わりますね。なんか割と煎茶の2煎目ってちょっと渋みが増すイメージがあるんですけど、非常にまろやかになる。渋谷は今日も人がそこそこいて、さっそそくさと帰りたい感じ。前髪を切ってトリートメントしてきました。何も変わってないって言われそうな気がする。エルゴトロン届きました。エルゴトロン MXV。 ちなみにこのモニタームは 3.2 キロから 9.1 キロが耐荷重なので、多分ウルトラワイドとかだと10キロ超えるものがほとんどだと思うので、あまり重いディスプレイは載せられません。
おお、銀ピカな感じでかっこいい。3時のおやつはミスドです。コーヒーも入れました。それではこの古い MX モニターアームを外したいと思います。無事取り付け完了。あとは配線です。よし、とりあえずこんな感じでケーブルをつなぎました。ちょっとケーブルのこのケーブル帯のこの余計な部分を後でカットします。まあまあ。いやでもこれでだいぶ壁に画面が近づくようになったので、画面がちょっと近すぎた問題も解決されたのではないでしょうか。あとはちょっと他を整えます。よし、セッティング完了。デスクがかなり広くなった感があります。ケーブルはこんな感じになってます。では、晩ご飯の時間までこのスピードエディター使って動画編集やろうと思います。はい。だいぶこの間のドリキンさんの編集ライブを見て学びました。中盤のこと35分で終わった。マジかよ。やっぱすごい、すごいかもこいつ。スピードエディターだね。うん、まあちょっとこっから空振れしないといけないので、多分あと倍ぐらいは間違いなくかかるけど。なるほど、いい感じです。昨日寝るぐらいからこのモニターアームのこう中心なんですけど、この台座の位置がどうしても気になってきてしまって、まあ今相当画面を前に出してますけど、ちょっと左寄りについてるのがすごい中途半端じゃないですかね。これちょっと今日帰宅したら左の端とかに寄せたいなと思ってます。そうすればモニターの下がすっきり開いて、さらにさっぱりした印象になるんじゃないかなと。というわけでエルゴトロンの台座の配置をあそこの左に寄せて配線をやり直しました。一旦これで今回のデスク環境アップデートは完了かな。やっぱり左に足寄せた方がすっきりですね。ツイッターとかでツッコミをいただいてたんですが、このマイクアームに何もついてないんですよね。ちょっとここにつけていたイエティのマイク、こいつ壊れてしまって使えなくなっちゃったので、サポートに問い合わせて今リプレイス品を手配してもらっているところです。なのでちょっと一時的にここが空っぽになってます。ちなみにデスクの裏側は、デスクじゃないや、モニターの裏側は見えるかな、こんな感じになってます。フィリップスヒューのライトバーを2個ここにつけていて、これがバックライトになってくれる感じですね。まあちょっとまた改めてデスクツアーみたいなのもやってみたいと思いますが。で、これを、こうすると。よいしょ。いい感じ。